ゃあ皆さん乾杯。ありがとうございました。ありがとうございました。後援会最高顧問二階俊博同最高顧問、ご来賓ご列席の皆様、1972年9月29日日中両国の偉大な先人たちは、大変厳しい国内外の情勢の中で深い戦略的思考と政治的勇気を持って困難な交渉をまとめ上げ、日中両国は国交正常化を実現をいたしました。両国の発展のために隣人同士として中華人民共和国主席習近平閣下により日中関係の新たな歴史を切り開きました。以来日中両国は経済、文化、人的交流などの幅広い分野で、現在日中関係はさまざまな可能性とともに数多くの困難や課題や厳しい懸案にも直面をしております。同時に日中両国は地域及び国際社会の平和と繁栄にとってともに重要な責任を有する大国でもあります。我々はまさに今こそ50年間という時間の中で培ってきた知恵と経験を大きな拠り所とすることが求められております。山あり谷ありの50年を経て、中日関係は今新たな歴史的出発点に立ち、重要な岐路に今立たされております。次の50年はどこに向かうべきか、これがお互い真剣に答えなければならない問題だと思います。皆さん方、この度中日国交正常化50周年を記念、風あり雨ありの50年を歩んできました中日関係ですが、この先はまだまだ長い道のりが続きます。本日我々がここで国交正常化50周年を記念する趣旨は、先達が築いた成果を土台に再出発を誓い合うことだと思います。皆様で乾杯を行いたいと存じます。日本国際貿易促進協会の